あ、なんかなんか、うん、お前から好きだっけ。うん、どうしたか。自覚した方がいい。いや、いいよ。誰ぐらいだったら長くして短く、そんな無理に長くしよう。俺だいぶ長いから。どのタイミングでかけた方がいいです。始まりましたぐらいからで。始まりました。あ、始まりました。そっちか。最初から。はい、ありがとうございます。はい、俺さ、黒髪の方がかっこよくない？そうでもない。あ、今日ずっと黒髪なんだ。うん、どんなっすかね。はい、はい、コメントお願いしていいですか。俺黒髪の方がいいよって思う人、ちょっと逆に金髪の方がいいよって思う人はちょっと飛び降りてください。あ、まあでもどうせ金髪でも許すんだけど。はい、プロスターさん、今日も来ました、ありがとうございます。 I love you。 4、3、2、1、始まります。あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド、チューンド、FEC チューンド、はい、FEC チューンド。はい、今ラジオでオープニングが流れております。オープニング、じゃあ KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりました、デンジャラスナイト。はい、KY デンジャラスの中地とコウタでお送りしています。よろしくお願いします。いつもこのオープニングの時に、はい、はい、今オープニングのあのジングルの曲が流れていますって毎回言ってるんだけど、うんうん、あのこれツイキャスでも流れてるってよ。え、そうなんですか。そう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 。あ、そうじゃ、俺だってあの実際わかるわかるわって言ってんだったの。そう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 、このオープニングの、いや、それはそうでしょみたいな。はいはいはい。あ、そうなんだ、恥ずかしい。何回目、今回で多分16か17回目。マジでそうやさ。初めて気づいた。アスアさん、コウタ黒金髪がいいって。おい、黒髪って言え。あ、お前的には黒がいいの。どうだ。いや、どっちもいいんだけど、まあ、はいはい、俺金にするかな。あ、金でも全然。はいはい、はい、うん、だから金に戻そうと思ってるよ。でもね、これ音であるんだけど、うん、男の子は、うん、結構金がいいっていうわけさ。あー、はいはいはい、男は女子票的にはそうなんだよ、ね、黒がいいって人多いんだよ、うん、女子票低いよ、ね、あれって言った瞬間プエルトリコさん金髪がいいって。おい、あ、中田猫さん、こんばんにゃ。旗揚げ公演お疲れ様でした。お疲れ様でした。盛り上がりましたね。僕たちの事務所の旗揚げ公演というお笑いの ライブがありまして、2日間で、あの、うん、8公演っていう、はい、バカみたいなね、本当に8本ライブするという。はい、本当にゲロ吐くかと思います。俺、本当に全然眠れなくて、体調が悪いっていうよりかはなんかもう突発的にゲロ吐きそうな謎の症状に見舞われましたけど、うん、はい、はい、あ、みよりさん、みよりさん、 KY の2人わかるかな、わら、みのりだよ、こんばんは。みのり、みのり、みのり、あ、みのり、あ、みのり、みのり、あ、みなとさん、あ、あ、違う、みのり、あ、東東首里菓子の後輩だ。あ、マジで、うん、ありがたいです。プレトリコさん、金髪がいいって言ってたね。ゆうとさん、こんばんは、今夜も来ました。こうたさん、黒がいい、今日も良い話お楽しみしてます。はい、いいね、黒ね、あらーす、うん、あ、みおりさん、金髪も黒髪も似合うね。あ、それが一番いい意見。はい、はい、まいまいさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あ、ペーターさん、めっちゃコンティニューコーナー。ありがとうございます。始まる前から。プレトリコさん、ジャスティン、もどき感が良かった。もどきって言うな。ジャスティン、ジャスティン、アイアムジャスティン。意識してるかは一応痛いなって思われると。やめろ。いやー、もう絶対ラッパー意識してるだろ。いやいや、名前もわかるよ、お前。ティーパブローだろ、絶対。わかるよ、お前。高校生みんなわかってるよ、お前。石川さん、石川、これ何て言うの、マーリーかな、マリー、マリーかな、アイリー、アイリーだ、アイリー、石川アイリーさん、怪奇現象なうとこで面白いこと言ってください。嘘でしょ。おい、おい、俺ら基本的に面白くねえんだよ。ね、あ、いや、今日の企画ね、本当に楽しみなんで、ね、そうですね、ロケスペシャルということで、はいはい、中ちゃんはどこに行ったんだった。僕はですね、はい、あの占い師に実際に行って、うん、どういう感じか、占い師に行ったってことね。行ったことないでしょ。ないない、なんだかんだ当たってんの占い師って。まあそれは後ほどお楽しみということで、いろいろ聞いてきたんだね。あの今日のちょっと話したいんだけど、うん、はいはい、今日朝から、はいはい、
ドラマのね、うん、エキストラとして撮影してきたんですよ。ちょっとね、ちょっと僕たち KY デンジャラスから、ねうん、本当にエキストラちょっとした役なんですけど、はいはい、そのドラマっていうのが、はい、なんかベトナムと沖縄の合同ドラマみたいな、そうそうそう、合作ドラマみたいな、すごいんだよね、うん、沖縄では3月に放送されるんだけど、そうそう、 QAB っていう、 QAB でね、うん、ベトナムでは、うん、正月のこのゴールデンタイム、うんうん、夜の7時から9時まで、はいはいはい、2時間みんなが見る時間帯に流れるっていう、うんうん、ベトナム全土で、はいはい、そう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 、すごいドラマ。放送局もなんか国営放送って言って、そうそうそう、なんかまあ日本でいう NHK みたいな、そうそうそう、一番死に強いところ、そうだ、ねうん、が放送するらしくて、はいはいはい、まあ、それぐらいガチなドラマのエキストラとしては役がね、うん、店員か、俺なんかはね、はいはい、カフェの店員ってことで、なんかまあ主人公に、うんうん、まあ、なんか料理出したりとかするちょい役だったんだけど、うんうん、だから撮影現場に、撮影現場に、はいはい、だからベトナムと合同ドラマだから、はいはい、死にいっぱいいたさ、あ死にいっぱいだな、ベトナム人な、死にいっぱいで、俺普通に立ってたら、うんはいはい、ベトナム人に、うん、あがらせえるる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 るすいません、日本人ですって、あー、うん、ソーリーって言って、俺ガチでベトナム人に間違えられた、うっそ、しかもそれ、うん、監督に間違えられた、その5分前ぐらいに、あ、うん、じゃあ中地くんはこうやって料理を運んでねって言われたのに、うん、もう俺ベトナム人にがっつり間違えられて、なんか ベトナム語っていうのかな、で話しかけられる、もう確かにベトナム人っぽいわそう言われたら、そう、うん、お前もなんかな、うん、俺だから俺ベトナムと日本のハーフって言われたいや嬉しいのかな、嬉しくね、ベトナム人でも確かにベトナム人の雰囲気は一応日本人と似てるのかもしれない、うん、あちょっとフィリピンとかも一緒にうちなんちゅっぽい、ちょっと濃ゆい感じの、ね今日ね俺エキストラって聞いてて、うんうん、俺正直エキストラっつってもまあセリフあるんだろうなみたいな、はいはいはい、そんな感じ思ってたんだけど、うん、びっくりしなかった中地はこう、うん、店員役で、うん、こうね、飲み物を出すっていう、主人公にね、うんうん、デート中の主人公2人に飲み物を出すっていう腕だけの役、はいはいはい、で俺はそのガラス張りのこのベランダで全然違うお客さんにドリンクを渡してるっていう外にいるんだよなお前ら、外、うん、びっくりしたな、これ俺じゃなくてもよくねみたいな、そう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 、朝の6時俺たちじゃなくてもよくねえと思って別にねそういうまあいい体験でしたね、いい体験でしたね、ほんとね、ではここで早速1つ目のコーナー行ってみますか、はい、 KY デンジャラスのアンケート調査、はい、はい、ということでですね、このコーナーですね、あるお題に対して Twitter のアンケート機能を使って調査するというコーナーです、はい、今週のお題はこちら、はい、あなたは幽霊を信じますかということだね、はいはい、信じるか信じないか、まあ俺は、うん、一応見たことないんだけど、はいはい、一応いるんだろうなっていうのは、皆さんコメントお願いします、皆さんは幽霊いると思いますか、幽霊いないと思いますか、石川愛理さん怖いやめて、いやそんなエロい声なの愛理さんってみのり見えます、え本当に、そうそう、見えん、嘘嘘嘘、怖い怖い怖い、はっ、あお前か、俺だよ俺だよっていうの、中田猫さん、真珠見たから、どういうとこで見たんですか、ちょっと気になる、いや見たらね信じるだろうね、信じるね、科学ではだから証明できないらしいから、うん、あそうだね、幽霊っていうのは、うん、だけど死んだ瞬間はなんか体重がめっちゃちょっとだけ軽くなるらしい、ね、なんかそういうのを聞いたことが、幽霊関係ある、それわからない、だからそれは、うん、もう本当に 0. 点何グラムだけ、はいはい、もう死んだと同時に軽くなるらしいけど、そういうことか、魂がもしかしたら抜けてるんじゃないかみたいな、じゃ今それ解明されてないってこと、そうそうそう、解明がすげえ、なぜか、お、アッサーさん、中地さんと同じ意見、あー、はいはい、見たことないけど、ないけど信じる、はいはい、石川愛理さん、今怪奇現象今怪奇現象はいはい、なるね、ペータさん、多分いる、いると思う、俺も、いてほしくないな、中田猫さん、病院通り過ぎた時に夜中、見たんだ、なんかでも病院通り過ぎた時の夜中ってなんか設定がありきたりすぎる、お笑いのみのり、あ、はい、あー、みのりさん、吉本とかにもよく見に来てくれてる人だ、吉本花月の時、あライカムで僕会ったんだ、はいはい、家の近くの公民館にはいます、俺実際今日ロケスペシャルってことで、はいはい、今8時に俺だからね3時間前に、うん、あるね
心霊スポット俺行ってきたんですよ。心霊スポットに、はいはいはい、はい、撮れました。マジで楽しみにしておいてください。本当に撮れました。ガチなで行って、正直あのうわーって出たわけじゃなくて、うんうん、あれこれ幽霊じゃねっていうのが本当に聞こえた。あ、これはもう声がってこと。声が聞こえた、はい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 、本当に聞こえて、怖すぎて、あのあんま奥に行けないまま帰ってきてしまった。FM 機能が来てしまった。マジで、うん、だから本当に皆さん楽しみにしておいて、番組の後半でそれ発表したいと思います。石川愛理さんってことで、ベトナムにもダイワハウスって全力でお願いしますね。ずっと無茶ぶりしてくるやん。中田猫さん、公園でも見た。え、めっちゃ見てるじゃないですか。中田猫さん、霊感あるんじゃない、霊感ある友達いた。いたな。でも、うん、同じ事件かな。あの、多分、うん、あの、霊感あるっていう、まあ、中田猫さん、本当に見たのかもしれんけど、うんうん、俺の友達の霊感あるって人は、うん、ちょっと怪しい人だった。え、絶対いるよな、の普通に公園とか、公園、うん、トイレでゴキブリがいて、うん、あ、ゴキブリだって言って触覚掴んで、あはははは、って見る人が、幽霊見えるって言ってたし、うんうん、あの、四股した女が、幽霊見えるって言ってたわけさ。ちょっとなんか、これ、怪しくねと思って。はい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 、なんか真面目なね、うん、頭良くて真面目でスポーツできるみたいな人が、うん、幽霊見えるって言ったら信じるけど、はいはいうん、ちょっとおかしな人たちが言ってるから、はいはいはい、え、これ俺の友達は絶対いるよね、周りになんか、うん、私ちょっと霊感ある。あ、いるね。あ、ごめん、本当にそういうの無理だから、うん、ごめん、ちょっとそういうところには絶対行けないみたいな、なんかちょっと霊感あるのがちょっとかっこいいですよ的な ね、うん、なんかよくわからないけど、ね、そうだね、ヤンキーの女子に多いと思う。多いな、俺の経験上。俺さ、そのヤンキーの女子に言われた、コウタの周りいつも賑やかでねって言われた。で、あ、そう、で、見えてんの？その2日後に、うん、ねえねえって言って、うん、俺の周り何の幽霊ついてるんだったっつったら、あ、一、うん、人男の子がいるって、あ、全然違うやし、あれ2日前と全然違うやし、みたいな。わからないよな、なんか際どい、うん。まあね、中田猫さん2回だけです、わら。いや、本当に見える人もいるから、実際に。紛れてはいるから。うんうんうん、中田猫さん、本当に見えるんだもん、はい、霊感強い人はね、もう。不幸なのかな、それともいいのかな。いやー、嫌でしょ。嫌なのかな。嫌でしょ。怖いって思いはなくなっていくっしょ。あーらしいね、うん、はいはいはい、多分ゆうとさん、ちっちゃい子は本当に見えると思うらしいですね。だから俺たちの事務所でも、ね、あのそういうことが、うん、怖かったなあれ、うんうんうん、めっちゃ怖かったな。俺たちの事務所がなんかビル、はいはい、ビルの3階、そうそう、4階建てぐらい、うん、3階建てぐらいのビルで、うん、で、そのビルの下の駐車場があるんですけど、結構広めで、うん、広めの駐車場、なんかよくそのビルに住んでる住人の子供かな、はい、うん、5人ぐらいで遊んでるんですよ、うん、5人ぐらい、5歳ぐらいの子供たちが、うん、まあ、めっちゃワーワー遊んで、うんうん、遊んでて、うん、で、この事務所の先輩が、うん、あの一番トップの団長、うん、しかもその団長はそういうなんかそういう嘘つくキャラじゃないんだよね。違うね、もう真面目なおじさんなんだよ、うん、普通の中澤さんなんですけど、うんうんうん、ハンサムの中澤さんから聞いた話なんだけど、うんうん、なんかこの中澤さんがだからこの駐車場に車止めて、うん、あの事務所に上がろうとしたら、うん、この遊んでる子供たちに、うん、ねえねえって話しかけられて、この女の子たちが奥指さして、はい、あっちに立ってる女の子いつも立ってるけど、うん、何してんのって言われて、そう、めっちゃ怖い、言われて中澤さんがこの女の子を指さした方向を見たんだけど、うん、何も見えない、マジで怖い、マジで怖い、えって言って、うん、君たちはあっちに女の子が見えるのって言って、うん、うんうんうん、いつも立ってるけどなんでいるのって言って、めっちゃ怖い。しかもその女の子たち、うん、俺たちよく女の子っていうかその遊んでる子たち、うん、よく見てるさ、そう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 、あの子たちって嘘つくような人たちじゃないさ、嘘つくような人じゃない、無邪気に遊んでるだけさ、うん、そうそうそう、あの子たちには見えてるんだろうな。そうそう、本当に、本当に、でも団長もなんか、うん、これはちょっと怖いなっていうことで、うん、なんかもう駐車場に夜車止めるのもちょっとなんか嫌って言ってた。本当に怖い、うん、言う人がね、なんか言う人が言う人なんだからね、うん、もう俺が多分言ったら信じないでしょ、信じないね、でしょ、そう、団長の人はもう40も過ぎてて、事務所の団長が言うから、ね、うん、嘘つかない人だから、あ、やっぱ小さい子見えるっていうのは多分本当かもしれない、うん、うん、待って、石川愛理さん、後ろ後ろ、やばい、後ろ後ろ後ろの前、後ろの前、俺たちじゃね。俺たち、おい石川、おい、いやいや、どういうこと。ね、まあでもね、幽霊よりやっぱ怖いのはね、はい、あの人間関係ですから。はい、じゃあそれツイートしますか。はいはいはい、幽霊と人間関係どっちが怖い。じゃあ中地がツイートします。まあ、なんか趣旨変わってますけども、それでいいんですか。うん、じゃあ、どっちが怖い、この世で怖いのは、
あ、じゃあ、いや、俺がツイートしよう。はいはいはい。いや、なんか違う。いや、人間関係の方が怖いですよ、やっぱり。話ちょっと変わってきますけど。うん、もう、人間関係はもう、もうなんかあんの現実だから、やっぱり。経験あんの？いや、だから、俺、うん、あの、一回、まあ、怖いっていうよりかは、うん、まあ、最近あったのは、なんか、後輩の女の子に、はいはい、なんかめっちゃご飯食べに行きましょう、めっちゃご飯食べに行きましょうって言われて、めっちゃ言われてて、うん、でもまあ行きたくないわけではなかったんだけど、うん、そんな喋ったこともない本当に後輩だったから、うん、俺人見知りだから、うん、あんま行きたくなかったんだけど、うん、もうめっちゃ誘ってくるから、うん、あ、じゃあ行こうかなと思って、でも、うん、1対1、女の子と1対1ってちょっととなんかえぐいかなと思って、はい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 、高校生だからその女の子が、うん、だから、うん、あの友達、俺の同級生連れてって、はいはいはい、あの3人で、まあ、男2人、うん、女の子、この後輩の2人、うん、あ1人で3人でご飯食べに行って、うん、すぐ帰ったんだけど、うん、ご飯食べて、うん、そしたら翌日、うん、その女の子がツイッターで、うん、KY デンジャーズの中地さんと、うん、今日で3回目のデート2人っきりで楽しかったみたいなツイートをしてて、でこの女の子が働いてるバイト先に俺の友達がいるんだけど、そいつからも、え、中地お前そういえばどこどこ高校の何々しかしてるだろうとか、なんか付き合ってるだろうみたいな言われて、おいや知らんけどって言って、いやそいつがめっちゃ言いふらしてるぜって、なんかめっちゃ遊んでるとか、待ってそれを怖くない？全く同じ怖い体験俺もした。嘘。俺も女の子が可愛い女の子がいたから、うんうん、俺エッチしようって DM 送ったから、それスクショされてツイートされたわよな。 KY デンス高田さんやばいみたいな。これ女が悪くね？いやお前が悪いやつお前が悪いやつ。40リ、ね、めっちゃリツイートきて1分ぐらいで40リツイートくれて、俺お願い消してお願い消してお願い消してって、ね、びっくりしたなあれ。最悪だもん。それはお前が怖いやつだもん。じゃあツイートしました。はい。それでですね、このこちらの結果は番組の最後に発表したいと思います。はい、それではこの辺で一曲お聴きください。DJ ユンボセレクトでケイゴのステイです。どうぞ。いや女の女怖いっすよ。女怖いね。まあ男も怖いけどね。うん。うん、男も怖いよ本当に。男は怖いよ。ああ。うん。どっちが怖いんだろう、なんだかんだね。一応俺はリアルで二股したことあるから、うん、リアル二股。あの時は俺自分で男怖いなと思ってた自分で自分の方が怖いなと思ってたもん、うん、あ、かぶっちゃったね。 FDK 公平、うん、本当にコインありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。自分も生きてる人間の方が怖いと思います。ああ。なんか虫が放送事故、うん、え、殺せ。あ、ああこいつ虫気持ち悪いよお前本当に。こいつね、こいつキモい。マジでこいつ虫嫌いなんですよ。いや本当に、あの本当にあのさ、木一緒に歩いてて木からセミがあみみみみって逃げて気持ち悪い本当にお前。いや虫はしゃあない。多分俺なんか全然葉っぱとかだったんだけど。いや別に虫葉っぱ食べるかも。そっちね、樹液とか樹液って分からんけど前世樹液、そういう感じだったと思う。前世樹液だったんだ。理由は言えないけど、うん、もう本当になんか無理せまあ、はるかさん、はい、なんかガチで活動してて嬉しい。頑張れよ。とりあえず一番怖いのは大人の女と。え、じゃあ今からってこと？ああ大人の女ね。あのさ、まあ、小中高ぐらいまでは、はい、まあ、女の子も子供っすよ。まあまあ、まあ、こういったあれだけど、うん、なんだかんだ大人の女性。そうなんですよね。自分の色気を分かり始めてからの女の子は怖いですよね。え、だからさっきも FM 系なんで、うん、上の居酒屋から降りてきた人かな、うん、エレベーターウィーンって開いて、女の人がなんか酔っ払った上司っぽいおっさんにめっちゃなんかスリスリしてた、はいはい、めっちゃスリスリしてた。これはちょっとこの後どこへ行くのか。あー、これは正直さ、お前上司だったらどうする？いや、俺すぐ会長にする。給料上げますね。課長だよな、うん、ね、まあ、給料1000円上げてだから君が社長だ。それは自分より上になっちゃう。いやいや、そんな軽く。そしたら結局終わります。はい、いや本当に女怖い。怖いですね。本当に怖いと思う。それ理由逆に今聞いてる人たちは。はい。
コメントが来てますね。はい、まやまやさん、前のクラスで5人グループの人たちがいるけど、その中の1人の女の子の文句を言ってるのを聞いてしまった。え、怖い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 。来ました来ました。あとこのグループ内での争い、あと女の子よくあるのが、うん、昨日まで文句言ってた子が、うん、翌日仲良く遊んでるとか。そうなんですよ、めっちゃある。え、昨日文句言ってんかったみたいな。あ、本当に精神どうかしてるぜ精神どうかしてるぜ。本当に信じられないよ、女の子のこの考え方。怖いよね、セックスを覚えた女の子がね、一番怖い。いやいや、これ普通に言えるお前が怖いビビる。じゃあ続いてのコーナーいきますか。はい、行きましょう。じゃあ中地やるか。デンジャラスナイト、続いてのコーナーは中地突撃企画、手相占いしてみましたあのさ、してみましたっておかしくない？お前がした、してきましたでしょ？してきましたが、はいはい、日本語がおかしいですけども、はい、楽しみだわこれ。ちょっとね、はいはい、手相占いっていうのを、はいはい、実際に僕が、はいはい、あ、もう今日なんですけど体験してきて。どこになの？これ国際通りにある、はいはい、なんかもうひっそりとやってるところで、もうなんか、うん、占いって調べたら、うん、たくさんネットで出てくるんだけど、ね、サイトとかね、出てくる出てくる、うん、だけどもうそういうのもない、え、サイトもない、サイトもない、だから口コミだけで広がってるみたいな。え、じゃあ結構有名なところ、そうそう、結構有名なところに。あ、さすらいの小田かけるさん、あのね、ここも有名だったんですけど、ここちょっと閉まってました、ね、あ、そうなんだ。さすらいの小田、はいはい、平和通りに。じゃあ結構通なところ行ったんだ、うん、平和通りにあるんですよ。僕が行ったところは、もう本当に名前が占いっていう、え、怪しい怪しい、もう怪しい、本当に。お前さ、口コミが、口コミがめっちゃ多くて、俺たちのコンビ名がお笑いみたいなもんでしょ怪しくない？怪しいな、コンビ名お笑いって怪しいし、怪しいんだけど、店の名前売らないっしょ。うん、あ、まあまあ、もうだからあの場所って言ったら、はい、まあ、国際通り、平和通りを入って、入って、で、もう牧師公設市場を過ぎて右、うん、で右曲がって、ですぐまた交差点っていうか、まあ、全然分からんから、お前とりあえずツイートしようか。じゃ終わった後に住所、あ、はいはいはい、ここだよって教えてね、みんな、うん、僕占いでちょっと傷ついたことがありまして。ええ、どうしたどうした。僕のお母さんが、うん、だから前も言ったんだけど、うん、有名な占い師にどころどころどころ行って、で俺、うん、あなたの息子、はい、まあ、僕のことですよ、はいはい、あなたは、あなたの息子さんは21歳で自殺します、うん、21歳自殺しますっていう、うん、宣言されたんですよ。宣言されたさ。でもこれも普通にショックで、うん、なんか重大な事故に遭うとかだったらまだ、はいはい、まだ占いっていう感じしますけど、うんうん、自殺します、俺次第やんみたいなお前次第やん、まあ、だからまあそういうのもあってちょっと占いに突撃してきたんですけど、はいはい、実際に音声があるんだよね、ありますので、じゃあトリミングをしてるのか。一応5個、5個ある、5項目に分けて、はいはい、まあ、とりあえず1項目、はいはい、突入、なんかシーズン、なんかのシーズンでかっこいいそうですね、はい、はいはい、第一章、まあまあちょっと、まあ、短いけどね、手相占いはどういう感じなのかっていう説明をちょっと聞いてきましたので、はいはい、お願いします。こちらをご覧ください。お願いします。じゃあ今からですね、はいはい、国際通りにある手相占いのお店に行ってみたいと思います。お、じゃあ行ってきます。怪しい、めっちゃ怪しいな、ここ超絶怪しい、あ、宗教っぽいよね。いや、本当にめっちゃ怪しくて。誰と行ったの？帰ってこれる？ユンボ、あ、ユンボセレクト、DJ ユンボね、はいはい、噂の竹取りと、あ、こんにちは、何歳ぐらいのおばさんなの？70代ぐらいですか？結構おばさんなんだ、はい、おばあちゃんが一人、めっちゃ狭い部屋。手相以外もあるんですか？ないない、手相だけ。そしてオンラインね、はい、手相オンリー、手相オンリー、今年の運命ね。あ、今年の、怪しいな、今年を占ってくれる、今年かけてるんで、まあ今年あと2ヶ月で終わるんですけど、はい、思ったそれ、はい、10月でしょ、11月に、はいはい、もう来年、あ、ね、はいはいはい、それまでのね、はい、まあ、あと僕の2ヶ月分のね、お笑い芸人やってるんですけど、一応行ったんだ、はい、はい、お笑い芸人だな、そうなんですよ、はい、でテレビも出るの？テレビはまああんまり出ないですね、だからたまには出る、たまに、もう本当にたまに、でもすまないけど見たことないおばさんはっきり言うやん、おい、今から見るかね、はい、この優しく行こう、今年中にちょっと売れたいなと思って、あと2ヶ月で、あと2ヶ月で売れたいの、お前、僕はそう思ってますよ、かけてますから大好きよ、お笑いは。あ、そうなんですか、沖縄のお笑いとか見ます、
手相ってこれ右手、黙るんかい。ここでなぜか無視をさ、おばさん無視するんかい。手相両方見ます。はいはい、聞き手は右、あなた右です、うん、あ、耳が現在と未来は右に出ます。そうです、右手が現在と未来を表す、左手は過去になります。過去、はいはい、左手は過去らしい。これを重視する、現在と未来をね、はい、それはあなたが聞いてて、はい、すごく、あ、こういうものを僕持ってるんだっていうことでね、はい、自信がつくの、お、はい、そういうのがいいですね、はい、うん、はい、ということで、まあ、説明なんですけども、はいはい、まあ、右手が現在と未来で、はい、左手が過去なんですけど、はいはい、まあ、だからこのおばさんが言うには、はいはい、過去はもう過去のことだからもうどうでもいい、まあ、そうだね、別に。で、あなたの人生はもう現在と未来しかないしかないから、過去はどうでも、まあ、説明しますけども、はいはい、あんま気にしないで、うん、未来のことを考えなさいって言われたんですけども、うん、まあ、この時はまあ確か、うん、あ、ちょっといいこと言うなと思ったんだけど、うん、まあ、占いじゃないですか、はいはい、あの未来のことって何とでも言えるなと思って、うん、今思えばね、どういうこと、今からそれが分かるっていう、うん、だから未来のことって、うん、あの銘打っとけば、あなたはいついつに結婚しますか言っても、あ、なんか何でもありじゃん、何でもありじゃないかな。じゃあ、あえてこれ捨ててるってことも分かんない、もしかしたらその可能性も、そうだ、私は過去は興味ありませんって言って、うん、ちょっと外れる可能性をなくしてるんだ。わかんない、これは。ちょっと、おい、ババア。まあね、はいはいはい。まあでも、見てもらって、はい、じゃ次の章は何ですか。次はですね、この、まあだから、右手、はいはい、現在と未来の、はいはい、手相を見てもらったんですけど、はい、なんと僕にものすごい珍しい手相の線があるということで、このすごい、このおばあちゃんがめちゃくちゃ興奮して、あ、めったいないよ、すごいみたいな感じの線をなんか見つけたらしいんです、その時の、はい、どうぞ。いいですね、はい、うん、では左を、あ、右を見ます。未来と、はい、これ現在で過去見ろ、過去本当すごいテストしてるわね。お、テスト見せたことある？いや、もう人生初めてです。なんか営業文句かなと思って。嘘でしょ。いや、本当に。いやー、もうこれ上手だな、本当に。いや、誰だわ、お前。そんなに上手じゃないですか、それは。いい気分にさせる、上手だなと思って。そんなこと言われたら気分上がるでしょ。またまた、チューしたことあるでしょ、みたいな。何がすごいと思う？あ、なんか、手相占いとかなんかよく見るんですけど、うんうんうん、なんかあんま自分でなんかシワ少ないかなって思う。シワ、僕手のシワがあんまり、あんまないね、まあ、これがね、すごいの、マスカケ線っていうのね、うん、マスカケ線っていう、マスカケ線、マスカケ線って、はい、ここにまっすぐあるのね、あなた、あ、うん、はいはいはい、これはね、なんていう、武将時代、武将時代、織田信長という人たちが持ってるでしょ。徳川家康と、そうなんですよ、織田信長、中地家康ね、家康、そういう人たち、そしてあの今現代では、ね、はい、石原慎太郎、石原慎太郎、元東京都知事ですね、これね、すごくね、あの上に立つ層なのよ、はいはいはい、それでいて部下を持ち、お前上に立つ、そして指導をするっていうのがね、あの、あなたのこういうものが出てるから、これはすごいよ、みんなあるもんじゃないですか、絶対嘘だ、なんか左と比べて、うん、繋がってないじゃないですか、左はね、ほら、ないでしょ、ここまででしょ、はい、普通こんな感じ、これはまっすぐさ、はいはいはい、だからあなたは右が利き手でしょ、はい、右が現在と未来だから、とってもいい線だ、動いてないから、はい、ということで、マスカケ線、まあ、この後僕もなんか疑いの気持ちで調べました、うん、はい、そしたら、まあ、このおばあちゃんも言ってたんですけど、はいはい、あの1000人にあの1人いるかいないか、いるかいないか、だからそれはお前持ってるの、もう戦国武将武田、あ、武田鉄矢って言わせたら絶対違う、武田鉄矢もすごい人だけどね、一応、まあ、織田信長、徳永家康、はい、そして石原慎太郎、はい、そして中地雄一郎、いやいやいや、誰と肩並べてるか、まあ、マスカケ線っていうのがどういうものかって言ったら、うん、まあ、もう手相って、うん、どう伝えればいいかわからないんだけど、うん、まあ写真後で貼るな、じゃあ、うん、うん、分かる、普通こうなってるの、うんうん、なんか真ん中に聞いてる人はこう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 言ってるから、真ん中に、はい、なんていうのかな、手、はいはい、ひらがなの手、うん、もう分からんけど、うんうんうん、ひらがなの手の反対だ、はいはい、まあ右手だったら、うん、お前だったら右手だったら手、はいはい、でひらがなであって、はいはい、でその上にこれ頭脳線っていうのがあるんだけど、はいはい、俺はこれが一直線、うんうん、
ああそれ、まあ、たまに聞いたことあるけど、うん、本当珍しいのこれ。珍しいらしい。でこのおばあちゃんが言うには、うん、私30年間手相占いやってるけど、うん、あなたで数名数名かい数名いや初めてって言うと思ったら、あでも数名かい30年分の数名、まあ、すごいね、まあ、まあ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 、はいはいはい、次行こうか。次ですね、はい、まあそういうすごい手相があるということで、でまあ次、将来の仕事について、はいはい、僕どうですか、お笑いってこと、はい、お笑いがどうなっていくのか、お笑い、あこれちょっと俺も楽しみなやつでしょ、はいはい、じゃあこれ今後 KY デンジャラスがどうなっていくのか手相占い師に聞いてみました。中地か、あなたここに線があるの、はいはいはい、これはね忍耐力、はいはい、うん、よく忍耐してね物事を突き詰めていくっちゅうものを持ってるからね、はい、今あなた笑いに行きました、はいはい、でこれで一生懸命徹するっちゅうこともあるでしょうけど、はい、うん、またここからまたちょっと変わって、うん、いや自分はやっぱりここで合わないなと思って、はい、変わってまたそこへまた進むって言いながらね、はい、うん、あっちこっちやってるうちに本物の自分の職を見つけることができるわけ。あれこっちがお笑いではないからしてってこと、この人は忍耐ではないがあるけどね、はい、忍耐力がないではない、あ今あなたたちはあの物を今探り当ててるの、はい、ないではない、ああでもないしてね、今そういう余力があるからね、はい、一生懸命いろいろとやってみるといいわね。別にお笑い一本じゃなくても一本でもいい、はい、じゃなくても一本で行きたい、ある程度まではね、あ、うん、まあ、待って、はい、なんかスターバックスの店員とかなりたくて、ね、あのスターバックスの店員スターバックスの何、はい、店員分かってるかな、店員、はい、の中の一人だっていうこと、あ、もうなりたい全然通じてないやし、はい、そうね、はい、でもそのなりたいという目標があるじゃない、はい、うん、これに突き進むことよね、あ、はいはい、そういう忍耐力もこれの一つ、これ誰でも言えるんじゃねこれ誰でも言えるんじゃねこれこれちょっと、まあ、これ俺も言えるよこれ、お前夢があるんだったらそれに突き進みなさい、まあまあ、でもし何かあれば別の道に行ってもいいですよ、でもそれも突き進んでね、はいはい、誰でも言えるやんけこれおい、まあこれはお前この場は何円払ったお前、1000円おいまあ、これは何て言いたいかというと、はいはい、あの俺はあのスターバックスの店員になりたいっていうのを伝えたかった違うだろ違うだろ結局なんかさ、うん、さっきからなんかぼんやりしてさ、はいはいはい、なんか逃げてん、まあ、未来のことだからね、あ何とでも言えるっていうかさ、だから何とでも言えるっていうか、で次に聞いたのが結婚のこと、結婚、結婚僕どうですかっていうのを聞きました、どうぞ、はいはい、一つですか、ね、20で5、6歳の線、25、6で結婚する、これが、まあ、これも普通じゃん、これやるっていうことではまたないの、はいはい、こうある時はねお付き合いの人がかなり出てるの、だけどこの人と付き合ったけどね、まあ、やっぱりこの人性格の不一致ってことでやめるとかっていうのがあるの、はい、そしたらその次にまたここから自然に出てくるの、結婚線が、はいはい、結局今あなた25、6の線を持っている、常に結婚できるみたいな感じ30ぐらいまででも、うん、女の子で遊びたいです、30ぐらいまで女の子で遊びたいです、遊びたい、はい、欲望出してきて結構しないで、しないで、ただお付き合いして遊びたいって言われるとね、たくさんの人と、たくさんの人、なんていうの、こんな若いというかそう思うの、おさんなんていうの、はい、若いから遊びたいです、そ う,、はい、そうですよね、普通40だとか遊ばないですよね、締め切りはしないでそうですね、大きく広げとくバンバン、うん、そして一人の女じゃなくて、もう海外としてやるんです。女って、そうです、それもお笑いの一つ。まあまあそうですね、お笑いの。バンバン女の子と遊ぶとお笑いと思ってます。年齢お笑いを舐めてます。バンバンっていうのはちょっと気に食わないわね。なんでここから占いを関係なく説教されます。相手はね、あなたを思ってすごくあの将来のことを考えて思っているのにね、はいはい、あなたは次はあなたはもうだろう。バンバンってなんかね、この時僕はおばあちゃんに両手をこう、ね、あの女の人、はいはい、あの人ダメよ、あの人あんたしてまた次よ、あの人と近寄らない方がいいって、ま、口コミが入ってきて一緒普通の沖縄のおばあじゃない普通におばあやん、ある程度、ある程度、うん、ある程度のものを経験するっていうのはね、
必ずいいことあるから、はい、あなたこの年は一番いいからね、100人に1人ぐらいのものだから、はい、はい、ありがとうございます。あの笑いに、はい、あれしてね、努力してね、はい、OK。いや待って最後オッケーって僕は1000円を払って説教されに行くという謎の現象で最後に、はい、最後におばあちゃんとなんなんこれ、はい、何とでも言えるじゃん、これ何とでも言えますね、うん、はい、最後ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。テレビ時々は出る、あの RBC で出るの、OTV で出るのですね、でそこに限らないけど、あんま、アメトークとか出ます。アメトーク嘘つくな。わかります。あ、ぜひそのグループがあるの、そういう番組ですね。あ、番組、はい、ぜひ見てください。アメトーク知らないんだ、おばさん。アメトーフ、はい、アメトーフって言いますね、はい、そうです。そういう番組があるの、はい、あ、アメトーフじゃなくてアメトーフ、トーク、トークね、トーフじゃなくてここがクーね、はい、とにかく話すっていうこと、トークって、はい、ありがとうございました。おばさん全然トークできてないよ、ま、見てください、はい、ありがとうございます。あのなんかこの辺撮ったほいってあの顔見せてね、わかりました、うん、はい、すいません、ありがとうございました、ありがとうございます。最後は面白いやし、はい、おばさんアメトーク出てるよ、アメ豆腐豆腐トーク豆腐みたいな、まあ、そういうことで占いの結果はちょっと微妙な感じになりましたけども、まあ、結果俺客観的に見たら、うん、はいはい、あ、これ俺も占い師できるわっていう、まあそうなんだよね、なんとでも言えるんですよ、なんとでも、だから、うん、ぼんやりとだから、うん、あなた何歳で結婚したい、27歳、あ、うん、じゃあ27歳までにいい人見つけたら結婚できますよ、はい、頑張ってくださいね、はい、みたいな感じっしょ。そうなんですよ、だからなんでこれ過去聞けよ、過去いって思ったのが、はいはい、ただの耳悪い沖縄のおばあだね2000円払って説教されたっていう結果になりました。アメトークをアメトーフって言ったりね、はい、まあでもいろんないいこと聞けて、ああ、まあ、この他にもいろいろ聞けたんで、はい、また行ってみたら面白いと思うので、面白いですね、ぜひ行ってみてください。じゃ中地が放送終わりでね、はい、ツイートしますんで。そうですね、はい、以上中地突撃企画手相占いしてみました、はい、でした、はい、ではさ CM の後にはですね、僕のですね、はい、ホラーのコーナーでございます、はい、それでは一旦 CM に行きましょう。おばさんおばさんさ、これはちょっとひどいわ。え、俺さ、うん、どんどん過去のこと当てる系のがかっこいいかった。あ、俺何人兄弟だと思います？はいはいはい、3人兄弟だねの一真ん中だねとか、あ、で上女下女あなた男だねとか、はいはいはい、そういうの期待したんだけど、はいはい、普通になんかなんか占いというよりはなんか予想、はいはいはい、予想だったね。そうですね、楽しかった。あ、以上楽しかった。でもなんかこの部屋の雰囲気が、うん、なんていうのかな、もうめっちゃ狭いあの道の端っこにあって、なんかもうカーテンをめくって、うん、でもめっちゃ狭くて、もう学習机1個を挟んで、学習机なの、学習机ぐらいの大きさ、へー、おばあちゃんと俺を挟んで、うん、でめっちゃおばあちゃんやっぱ手相だから手相って言うから、普通になんか風俗みたいなちっちゃいしね風俗みたいな感じ、うん、あ、カップルで行ったらめっちゃいいなと思った俺。ああ、はい、中田でも豆腐芸人、いやいやいや、アメ豆腐のね、豆腐芸人じゃないです。油脂豆腐芸人とか、ね、やりたいですけど、いやー、なんとでも言える。そうですね、本当に占いね、ま、でもまあね、占いで救われる人もいますから、はいはいはい、皆さんぜひ行ったりしてください。まあ、なんかのね、あのきっかけではないですけど、この後のコーナーはね、はいはい、あ、そうだ、きっかけにね、うん、してもらえた。中地なんかのきっかけになったの実際。僕は、うん、だからもう今回の手相占いで、うん、もう普通に戦国武将になろうかな全国統一なんでよや、はい、なんでよ、なんでよやおばあから習ったもんなんだわこの後のコーナー楽しみですね。本当に怖いから。怖いらしい。怖いミュージックをじゃあ5秒待ちます。ありがとうございます。3、2、1。はい、始まりました、デンジャラスナイト。続いてのコーナーは沖縄の心霊スポットランキング。はい、はい、ということですね、はい、はい、まあ、怖い音楽も流れてまいりました。これはツイキャスでも流れてるんでしょうか。流れてます。怖いですね、はい、
このコーナーはですね、沖縄に数多く存在する心霊スポットをもうすべて知り尽くしてますから、僕は金川幸太さん、僕金川幸太すべて知り尽くして で実際に全部行ったんで、はいはい、全部行ってみて、怖い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 、ありがとうございます、ホラーな感じでね、はい、実際に行ってみて怖かった順にランキング形式に紹介し、実際に今日8時にね、はい、あるところに行ってきてますから、その音声でちょっと取れたんで、怪しい声が、本当に取れたんで、それを最後に発表していきたいと思います。今日取れた、今日取れました。いやー、まあ実際体験してますからね、金川幸太くんが、はい、本当にペンあるよ、ペン。僕はもう怖い系はちょっと無理なんで、はい、あんま心霊スポット、あ、でもやっぱ高校生免許取ったら必ず行くよね、はいはい、うん、行きますね。だからこのラジオを聞いて高校生は、あ、ここ行ってみたいなだとか、はいはい、思ったらね、ぜひ行ってください、はい、でもですね、保証はしませんよという。そうですか、ね、こんなに前振りって大丈夫かなこんなにハードル上げて大丈夫かなそれじゃあ金川ランキング、じゃあ、はいはい、トップ3いきましょう。3から、はい、金川幸太怖い心霊スポット第3位は、ちょっとポップですね、万座毛。おー、はい、万座毛、万座毛ですね、読谷かな、はい、恩納村にあるんですけど、あ、恩納村か、はい、はい、うん、ま、万座毛というよりは万座毛とか残波岬だったりする岬、はいはい、まあ、怖いよっていう話なんですけど、俺本当に怖かった。え、岬怖いんだ、めっちゃ怖い。俺本当にこれ2ヶ月前に本当にあった話なんだけど、うんうんうん、俺友達と4人で、うん、あの残波岬行こうってなったんですよ。はいはいはい、なんでかというと、まあ、怖いから、うん、なんとなく怖いってやりに、まあ、なんか心霊みたいな感じで、はいはい、やりに行ったわけさ、はい、動画撮ろう、幽霊見ようぜ、はいはい、ブーンってゴーパチ走れます、走らせます、はいはい、で、読谷に一旦残波岬あるさ、うん、で、よし曲がろう、よし、あの左を曲がったら残波岬に向かうぞ、あ、に着くぞっていう時に、俺がふと、うん、ね、ここ、あと一個過ぎたら女村の万座毛だよねって言って、あ、はいはいはい、残波岬は行ったことあるから、うん、俺今日は万座毛に行っていい、新しいところ、ね、あと5分ぐらい進んで、うん、10分分からんけど進んでって言ったわけさ、うんうんうん、そしたら友達も、あ、そうだなって、じゃあ万座毛行った後に残波岬行こうかってなって、万座毛行ったわけさ、あ、その時は残波岬行かずに、うん、はいはい、通り過ぎて万座毛行ったわけさ、はいはいはい、で、万座毛でまあ30分40分1時間ぐらいかな、うん、わいわい怖い怖いして、楽しい楽しいして、うわ、ここ自殺してる人ですよ、怖い怖いとかやった後に、はいはい、じゃあ漫才も終わったから那覇に戻りながら、うん、読谷の女村か、うん、読谷の残波岬行こうか、はいはいはい、って言って帰りながら残波岬寄った、うん、そしたら残波岬に着いた瞬間、うん、消防車が4台、うん、救急車が3台、何パトカーが4台で、ヘリが2台、ヘリがで、ヘリが残波岬をババ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 って言って捜索してるわよ。俺、あの、うっそーと思って、ライトで捜索してて、海猿みたいな、うんうん、夜よ、夜中の3時これ、俺、うわと思って、うん、俺、ババって友達走って行って、警察官にこれ、どうしたんですかって言ったわ、はいはい、そしたら1時間前に、ここから1人男性が飛び降りた、うん、本当に1時間前、うん、俺たちがちょうどあの横を通ったぐらいだわ。そうだよね。そうで、俺がそれ言ったわけさ、警官に、うん、俺が、あ、1時間前今度は残波岬に来る予定だったんすよって、うん、でも俺がふと、あ、なんか万座毛行きたいなって思ったから万座毛行っただけだって、最初の予定では行ったわけさ。そして警察官が、うん、危なかったねって言って、自殺する人は、うん、自殺する寸前でほとんどの人が寂しくなるらしいわ、うん、で、周りを見渡すって、うん、その時に周りに人がいたら、うん、高確率でこの人と一緒に死にたいって思うらしいわ。怖い、あ、やばい、寂しいから、うん、そう、寂しいって思いが出るって寸前で、うん、やっぱ人間って孤独嫌だから、はいはい、だから誰かと一緒に死にたいっていうから、自殺する前に誰かを道連れにしたり、まあ、誰かを殺して自分が飛ぶっていうシーンが多いらしいわ。だから俺たちはもしかしたらあのまま万座毛に行かないで残波岬行ってたら、うん、まあ、遭遇してたかもしれない。うわ、そう、本当に怖いですよ。いや、まあもうこれはそう、幽霊じゃないからもう何とも言えないんだよ。あ、そうか、幽霊じゃないけど、幽霊じゃないやつ、まあ岬は本当に危ないんで、皆さん自殺する人、新聞に載ってないんだけど本当にいるんで、気づかれてないパターンもあるんで、皆さん、はいはいはい、ぜひ気をつけてください。第3位は岬でした。いや、ちょっとリアルだなそれ。そう、めっちゃ怖い。これはめっちゃ怖い。これは僕もリアクションしづらいですよ。そうそう、本当に。はい。で、もう一個がですね。はい。第2位ですか。第2位がですね。はい、これはですね、第2位がですね、森川公園。あ、
これは浦添、ギノアン、ギノアンか、ね、はいはいはい、聞いたことあります。ギノアンの森川公園って有名な、これ森川公園はですね、はいはいはい、伝説がありまして、この伝説がめっちゃ怖いんですよ。あ、そうなんだ。なんで森川公園が怖いって言われてるかというと、うん、ほんの30年前に、うん、森川公園で、これ本当の話なんだけど、新聞にも載った話なんだけど、うん、森川公園、まあ、すぐ近くなんだけどね、今日も、うんうんうん、あの、あるカップルが、うん、立ち寄ったわけさ、ドライブしながら、うん、で森川公園立ち寄って、うん、で車の中でお話ししたわけさ、普通にたわいもないね、カップルで、カーセックスじゃない、カーセックス、普通に仲良く楽しいねって言ったら話したら、はい、そしたら森川公園でそう話したわけさ、車の中で、うん、そしたら、うん、彼氏がちょっとトイレ行ってきていい、うんうん、って言ってガチャってドア開けて、うん、車から一人出て行ったわけさ、うんうん、で彼女は一人で待ってたわけさ、うんうん、で彼氏がそれから何分経ってもなかなか戻らなかったわけさ、はいはい、彼氏がね、はい、だから彼氏でもその時彼女はまさかね、なんとも思わんから、まあまあ、彼氏のことそこまで不審に思わずに、うん、車の中で待ってたわけさ、うん、そしたら彼女が寝てしまったわけさ、あで、はいはい、パッて起きたら、パッて時間見たら、うん、4時なわけさ、夜中の、はいはいはい、あれから4時間ぐらい経ってたわけさ、はいはい、あ、もう4時間経ってた、やばい、寝てたってパッて見たら彼氏いない、うん、そしたらパッて外見たら、うん、パトカーが周りに、自分の車の周りに、うん、遠く離れて、うん、めっちゃ止まってるわよ、うんうん、パトカーが森川公園ないない、遠くに、うん、自分の車を中心に遠くにめっちゃパトカー止まってて、うんうん、何この車みたいな、うん、あ、パトカーなんでこんなパトカー自分包囲されてんの、うんうんうん、って言ったらパトカーの人がずっとわー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 言ってるわけさ、うんうんうん、わーわーわー言ってで、ウィーンと窓開けたら、今すぐ車から出てきなさい、こっちに来なさい、でも後ろ見たらダメだよって言って言ってるわけさ、で、ガチャって降りて、どういうことっていうのをゆっくりタッ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 て走ってって、うん、警察の方に、それ警察がずっと絶対後ろ向くな、絶対後ろ向くなって言うから、うん、気になってパッて後ろ見たら、うん、頭のおかしくなったおっさんが彼氏の首だけを持って、首と右手に首、左手に鎌を持って踊り狂ってたって、車の上でやべえ、怖え、めっちゃ怖くね、これ。だからこれも幽霊じゃなくて気違いなんだけど、気違いが彼氏を殺した後に車の上で頭だけを持って踊ってたわけさ、でも彼女は知らずに寝て、パトカーがね来て、そう、え、これ沖縄、しかも沖縄、森川公園、森川公園、これは本当になった話、本当の話、本当になった話、うわ、怖い。でもこれはもうヤバすぎて、あんまり新聞というかな、あんまりこう表になってないだけ、そうだね、ニュースにできないね。あ、アルカさん、リアル怖い売りだからツイキャスやめる、なんでやねん。これ第2位、あ、ほんとに、森川公園、これ2位、うん、え、うわー、これきついな。で、俺の友達、うん、この話知らないわけさ、うん、でもその友達が偶然森川公園の前にある、万倍にあるアパートに住んでたらしくて、うんうん、その友達がちっちゃい頃、うん、俺森川公園のこの怖い話知らんくて、うん、小さい頃お父さんが言ってたらしいんだけど、うん、この子がちっちゃい頃に、3歳ぐらいの頃にずっとその森川公園指さして、うん、ずっと何か言ってたって、それお父さんから聞いてて、俺が森川公園の話したら、あ、じゃあそういうことだったのかなっていう、全部繋がったっていう、きついな、これはめっちゃ怖い、これはきついな、そうっすね、これ2位ですか、2位っすね、あー、なんか幽霊系の話じゃなくないかな、キチガイ、いや、ほんとになんだかんだこの世で幽霊より怖いの、キチガイだよ、そうなんだ、俺次もキチガイなのかな、これ第1位、1位発表します。コウタが一番怖いと思う心霊スポット第1位、はい、七福神の家、はい、これはもう有名ですね、これは南城市の、うん、南城市にある七福神、これね、なんていうんですかね、道がありまして、なんもない道なんですよ、本当に、はいはい、で、右手に急に屋敷が現れるんですよね、はいはい、屋敷がまあ普通の一軒家かな、うん、山の中に一軒家がある、はいはい、この一軒家のが怖いって話なんですけど、はい、まあ、この一軒家は沖縄刑務所っていう本当にある刑務所なんだけど、はいはいはい、今もね、収監されたらそこに行きますよ、はい、中地がなんか痴漢とかしたらそこ行きますよ、そうですね、沖縄刑務所、お家になります、いやいや、はい、お家はならんけど、沖縄刑務所っていうのがありまして、はいはい、で、その沖縄刑務所の近くにあるお家の話なんだけど、はいはいはい、今廃墟になってなぜか残ってるから、うん、ずっと、はい、60、あ、30年以上ぐらいずっと残って、うん、で、その理由が、うん、なんでこれ取り壊さないのか、うん、まずなんで廃墟になったのか、うん、その理由は30年前に、はい、この沖縄刑務所から、うん、ある殺人犯が逃げ出したと、はいはい、そうなんですよ、近くにあるんですよ、沖縄刑務所が、うん、で、うん、誰かに逃げ出して、その犯人はどこに行ったかというと、このお家に入ったんですよ、はいはい、隠れて、やばい、警察に捕まる、はい、で、そのお家にいたのは4人家族だったんですよ、4人家族がそのお家に住んでたんですよ、はいはいはい、お父さんお母さん女男分からんけど、はい、男の子女の子かな、そしたらこの犯人は
家の中入った瞬間4人家族がいて、はい、やばいと思って4人全員を惨殺、全員殺したと、はい、でこの犯人は逃げて、いまだにこの犯人は捕まってないんですけど、そうなんですよ、もうこの辺にいるかもしれないですけど、で、そう、で、その七福神は、まあ、これ、まあ、あくまでこれはね、もう伝説ですけど、はいはい、そう、で、この七福神は、まあ、まあ、一家惨殺があったけど取り壊そうってなったって、はいはいはい、そしたら取り壊そうとするたびに工事現場の人が亡くなると、はい、そう、3人、4人と、はいはい、だからもうこれは取り壊せないってことで今も残ってるわけさ、はいはい、そこにですね、なんと僕たち今3時間前に僕友達と行ってきました。これはダメ、行ってきました。行ってきたんですよ。時間間に合うかな、大丈夫かな。そしたら本当にあのね、みんな期待しすぎないでほしいんだけど、はいはい、うん、期待しすぎないでほしいんですけど、うん、俺は正直、うん、まさかねこんな偶然撮れるとは思わなかったんですよ、はい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 、俺たちは普通に音声で入っていったんですけど、うん、本当にそれちょっとだけ、本当にみんなラジオの人わかるかな、ちょっとだけ、うん、はって声が入った、虫でもない動物でもない、これあんま本当にわかるかわからないかぐらいだからみんな期待しないで聞いてほしい。これ理由聞いたらさ、なおさら行ったらダメなところじゃない、うん、いやまあそうだから、そのね犯人がまだ住んでる可能性もあるから、それが怖かった俺それが怖かった、怖えー、これ七福神。じゃあちょっと聞いてください。じゃあちょっとはい、BGM を落とします。はい、 BGM じゃ落として、じゃあ聞いてください。七福神さあ、はい、慎太郎さん、今日はですね、はい、南城市にある、はい、七福神に来ましたよ。あーって感じで入っていって、まあここちょっと飛ばすんですけど、はいはい、特にしょうもない感じ、うん、とあのこの森にね進んでいく、家に向かっていくの今日だよね。この辺から聞いてもらうかな。大丈夫なの、森ですね。いや、これもこれも家の中なんですよ。玄関かな。うわーって来るんですよ。やめてくれ。お前やってんし。後で音声聞こう。聞こえました。ちょっと、え、聞こえなかった。今お分かりいただけただろう。今めっちゃみんな耳澄ましてほしい、はあ、っていうの聞こえる。もう一回行くよ。はい、すぐ行く、すぐで。何これ次。聞こえた？あ、聞こえた？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 あの、聞こえた？え、聞こえた人います？人間っぽいでしょ？あの、待って待って、気持ち悪い、リアルに、あの、この時、うん、人がもちろんいない場所なわけさ、これ、うん、南城市の、うん、で、南城市の道がなくて、車だけがたまに通る。気持ち悪い。で、音が気持ち悪かった今。一台車が、うん、俺が一回なんか聞こえたわけさ、うん、はっ？って聞こえて、うん、ほんとカメラには聞こえなかったんだけど、うん、俺聞こえたわけさ、で俺、うん、はっ？お前なんか言った？って言ったさ、うん、言ってね、言ってね、怖い怖い怖いって言ったら、車がブーンって通るやん、うん、そのブーンの途中で、はぁってまた聞こえる。で、俺が反応する。だから聞いといてほしい。あと1回、あと1回ある、あと1回聞いてほしい。あと1回ってか、うん、今のもう1回聞いてほしい。車の後、聞いてください、どうぞ。トイレトイレ、車の後ね。俺が1回ビビります。クソでし、あ、これ、あ、ビビった車が、うん、これ1回目ビビった俺が。これにつき、はい、もう一回、もう一回、もう一回行きます、もう一回行きます、すぐ。うわーって来るんですよ。やめてくれ。お前やってんし。あとで音声、待って。トイレトイレ、車の音が終わった、あ、始まったぐらい聞いてください。クソでし、ふっ、ふっ、なに、ほら、うわー、際どい、際どい。でもさ、これ虫ではないです。虫ではないです。で、その辺に人がいるはずもないわけさ。機械とか葉っぱの音でもない。でもないわけさ。だから機械はないし。うん、で、ここ、響く場所なわけさ。俺らが、うん、あーって言ったら、あーって響くから、うん、これ声だばい。あーっていう声が。これね、ヘッドホンつけたらきついっすね。きついっすね、皆さん。聞こえますかね、皆さん。うん。で、ちょうどじゃあ、この前流したやつも流します。大山貝塚も。大丈夫かな。時間、ギリギリ大丈夫かな。はいはいはい、大山貝塚、さっき。行った。だからこのね、頭おかしい気違いが頭を持って踊り狂ってた車の上で、はい、で、大山貝塚、あ、違うか、大山貝塚か、違うか、あれは大山公園か、あ、そうだ、ね、森川公園か、森川公園のすぐ近くにある大山貝塚っていう神殿スポット、はい、これも有名な神殿スポット、これ俺の中で4位なんですけど、はいはい、これで笑い声が取れたんですよね、はいはい、笑い声が、幽霊の笑い声が、はいはい、ぜひこれも聞いてください、どうぞ。これは2ヶ月ぐらい前友達と遊んだ時ですね、はい、これ俺は車の中にいました。取れてるかな、見てみよう、取れてるか分かんないべ。
取れてると思う。これこれめっちゃ笑い声聞こえんだけど。あ、待って、リアルにヤバくない今の声。これはグロいんだよな。これは一番リアルなやつ。これリアルだな。俺この時状況言うと4人で行ったんですよ、うん、で俺ともう一人はじゃんけんに勝ったから、うん、車の中で待ってたんですよ、はいはい、音楽洋楽ガンガン鳴らして、うん、で友達2人は幽霊を探しに中に行ったと、はい、そしたら笑い声がハッハッハッって笑い声が聞こえて、はい、この辺に人がいるはずもないわけさ。でこいつら走って戻ってきてバーンって窓を開けて洋楽ガンガンの俺たちがいて、うん、お前ら笑っただろ。いや笑ってない、まず洋楽聴いてただけだし、うん、ビビってたし、うん、っていう。もう一回笑い声、もう一回聞きますか、はい、これグロいな、きっともう鳥肌がやばい。取れてると思う。めっちゃ笑い声聞こえんだけど。あ、待って、リアルにヤバくない今の声。ということで皆さん聞かれましたか。何なんですか今日は。あのですね、やっぱ幽霊はいます本当にいます。だってこんな1回って1回で取れたんで、これをちょくったらダメですね。そうですね、絶対。皆さん今日夢の中に幽霊が出るかもしれません最悪だ本当に。今日はちょっと怖すぎるな。怖いですね皆さん。はい、まあいろいろコメント来てますけども、はい、はい、それでは終わりますか。終わりますね、はい、どうします、アンケート。はい、それでは以上沖縄の心霊スポットランキングでした。はい、ありがとうございます。いやーね、怖かったね本当にね。ちょっとこれきついな今回は。今回怖かった。あ、ランキングがちょっとグロかったな。あ、明るくなった。あ、いいわ。 KY デンジャラスでーす間に合わんわ。稲川淳二みたいなやつが途中パッと。アンケートバトルの結果、アンケートバトルの結果あと1分しかないですけど、アンケートバトルの結果いる。じゃあパッと言いますか。じゃあ、はい、この世で怖いのはデンジャラスナイト、幽霊 18%、 人間関係 82% 圧勝やん。あ、やっぱ、ね、圧勝やん。だからコータのこの幽霊ランキングもやっぱ人間、ね、そっか、なんだかんだ人間なんだよね、うん、気違いだって。一応私服じゃ本当に今その犯人がまだね、ちょくちょくやっぱ見に来てるかもしれないんで、リアルな方で。うわ、これ怖え。そう、気をつけてください。七福神捕まってないっていうのは怖いな、うん、まあ伝説、これ全部伝説ですけどね、あくまで、はいはいはい、あくまで僕もネットで調べたやつなんで、はい、まあ本当かどうかは皆さん自分たち自身で判断してください。あ、本当にね、興味本位では行かない方がいいですね。そうですね、絶対にダメですからね。もうでも僕はこれからも興味本位で行き続けますはい、でも皆さん卒業したらね、ぜひ行ってください。卒業したらっていうか車とか免許取ったらぜひ行ってください、はい、以上KY デンジャラスのデンジャラスナイトでした。どうもありがとうございました。で、結構取れてる。これはちょっと どうぞ、結構頑張ってました。あの声のところはがっつり聞こえました。ああ。そうね。なんか、うん、ちょっと一応際どいではあるけど。松本人志の映画わかる？あ、はい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 。チンコをタックする。あれすごい。みたいな、うんうん、人間の声ちょっとに。いや俺あの生ではもっと聞こえたはずさ、俺生で「はみたいな言ったと思って俺だから見たくて、慎太郎慎太郎何も言ってんから「あお前今はって思った、言ってない、嘘嘘嘘、じゃあ音で確認しよう」って言って、まあ、それあれ耳かなと思って車戻って聞いたら聞こえるやし、うわそうそう、リアル。言ったらダメだな、うん、幽霊はやっぱダメだな。幽霊はね、あ、俺やっぱ幽霊の方が怖いかも、ね、あまあ幽霊というかまあね、まあ、ゆうとさん体に気をつけて、本当ですよ本当に、帰り事故らないように気をつけて、塩とかもバンないよね本当に。え、ちょっとランキングが俺ちょっと怖かったな。怖いだろ。怖すぎるな、ちょっと怖いな、ちょっと笑えんな。そう、沖縄マジで怖いだよ。岬の話とかガチやん。美咲マジでビビった俺ガチやん、リアルにビビった。どうしようもない、そんなことある。だってえ、あのしかも車に向かってる途中に、うん、みんなでなんかノリで喋ってたさ、うん、え、どうする、自殺した人いたらへへへみたいな、うん、行ったら消防車止まってる、もう無言で降りて走って聞きに行った。知ったビビった。これはひどい、これはちょっと怖かった。きついな今回。いいんですか、そういう路線でデンジャラスナイト。いやもう、稲川ナイトでいきましょう稲川ナイト稲川ナイトでいきましょう。下ネタやってる方が大事すごいね、ギャップが。え、先月何したっけ。先月は確か、1時間下ネタの時間で、ね、聖スペシャルで、はい、1時間丸々聖について語るという聖について語るって言ってるだけで、ただただ下ネタなんですギャップがすごい、すごいですね、いろんな、まあ、タトゥーナイトとかもね、
まあ、いろんなね、うん、やればこれからそうですね、タトゥースペシャルだったり、はいはいはい、あとモノマネのかなさんって僕たちのこれちょっとぜひ沖縄で一番モノマネが上手い人がいるんですよ、はいはいはい、リアルに、まあ、芸人なんですけど、はい、そいつか1個上の芸人ね、俺20歳、はい、めっちゃ面白いんで皆さん、ぜひすごいですからね、聞きに来てくださいね、中田美子さんから誰か遊ぼうはなんですよ、中田美子さん僕もみんなとドライブ行きたかったんですけど、お友達がいなくて全然誘われなくてもう誘え一人で、うん、一人で、ゆうとさん、あ、はるかさんが、あ、名護にも、あ、名護の廃墟、あー、ゆうとホテル、ゆうとさんホテルみたいなところ、レキオ、レキオですね、あれも怖いね、はいはいはい、うん、あ、もう時間ですね、そろそろ、レキオ行ったことあるの、時間もないけど、レキオも行ったの、怖いね、怖いね、だいぶ怖い、皆さんも本当にね、ネットで沖縄怖いって調べたら出てくるんで、皆さん、はい、はい、追加する皆さんもどうも、ありがとうございました、ぜひ行ってください、坊主かよ、お前前からだろあ、ちょっときついな、一応リアルすごくない、ちょっときついな。